よ、俺は MC ライムとして働く、ラッパーとしてやって DJ もいいけどやっぱラッパーだろう。俺は MC ライム、この道の道フリーラック、俺はこの街の最強ラッパー。トーマクラブへのようこそ。今日は貸し切りなんですけど、プログラムがありました。1が、お互い自分のおすすめの、ラップを、聞き合って、で、感想を話すっていう、まあ、お見合いみたいなやつなんですけど、で、プログラム2が、即興ラップをね、ちょっとフリースタイル、ディスイで、まあ、相手と交わす。まあそんな感じで。練習取ってるだけ。練習つってるだけ。いいよ。ちょっと止めて。早い。で、お母さんディスイね。MC ラン、俺ら MC ラン。今日は、まあ、ものすごい生意気な、この、とってトーママキオのディスリをしたいと思う。ビートいらないですか？ビートいらない。ディスリのディスリの命令なんか聞くか。イエーイ。じゃあいくぜ。ワンツー。俺は MC ライン、そいつはザコ、ほっとけよそんなゴミ箱に入れろ。俺は最悪なんかじゃねえ、だってこんなスキルを上げてきたのに、そんなことをお前に言われる資格はねえよ、筋合いはねえよ、お前ラッパーじゃねえよ、ラッパーになったとしてなったとしても素人だろう、俺の方がうまいんだろう、お前もラップやってみろよ、まあできないだろうな、あはは。ぜえ。レゲエみたいだけど俺はラッパーだから、この音楽にのせてリズムを磨くし、リリックを磨いてきてスキルを毎日磨くスイカーでスキル、イエ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 イ。俺は暇じい声で目標、イマジー時にみんなに求めるシンパシー、リズム感を取ることが俺にとっちゃ命、残された今日も放課後、俺はトマトス、イエイエイ。今日もまたどこ弁か、笑いの微笑みがないまま先生に怒られた、これっていうセリフだけが頭に残った。なんか朝の会で最後部長ラップしてすっごいみんなに言われた。なんかちょっと戦国武将ラップをしてるときに、なんかわかんないんですけど、みんなの様子がいきなりおかしくなって、これはもう第三次でしたね。はい。俺にとっちゃそんなことは気にしないけど、やっぱなんか同じクラスでみんなの場合だと頭が狂っちゃうかも。なんか雰囲気が違うね、いつも一緒にいる子たちなのに、なんか照れる、ミノルさんみたいに照れる、なぜか分かんない、恋愛ラップ、恋愛ラップ。